どうも影げやんです今日はですね1日の活動が人生の活動ということについてお話しさせていただきたいと思いますその1日に自分がねやってる活動っていうのが結局そのままそれが人生の活動になるというふうに考えますというのはですね優先順位ねその1日の中の優先順位が高いものからやって てる形になってると思うんですけどもそれがそのまま例えば1年後も同じようにやってるっていう可能性がすごく高いんですねだからあのー、何かを変えたいとか自分の人生を変えたい場合はですねその1日1日変えていくというかその変えたところをやっていかないと1年後も変わってない状態ですよねだからあのーなんていうですかその 仕事が多分優先順位仕事を持ってる人やったら <coughs> 僕もそうなんですけど仕事が優先順位が高いですよね。で仕事の優先順位が高くて仕事をしてあとまあ普通のそのご飯とか寝るとかそういうことをやってあと何もしなければそれがずっと人生で続くっていうことです。それがだから人生なんです。だかから人人生というそそのその人の そのこれからの過ごし方っていうことになってその10年例えば5年後でも同じようになってる可能性が高い途中で変われば別ですけどもだからそのなんかその変えていきたい将来こう変わっていきたい何かこう成し遂げたいとかある場合はですね1日の中にそれを入れていかなあかんんですよね入れていってで、えー、1年後10年後いろいろ変わってる状態になるというところですね。例えばその健康を 健康に自分が健康じゃない今あまり健康じゃない状態から健康な状態に行きたい場合は健康な状態になるようになることをその一日の中で何かやってないとそれはえ1年後絶対絶対っていうか今のままやったら健康にはなってない健康じゃない状態のままですよねだからそういうことで言えると思うんですね。僕もも今その大した量じゃないですけども そのもっとやらなあかんなと思ってますけどもその体作りですねあの体の使い方の訓練みたいなことをね、えー、ちょっとずつやってるんですけどもこれをねいちいち中に、あのー、30分やったら30分で入れてるんですけどももうちょっとやらなあかんなと。 正直言ってね1時間ぐらいまやらなあかんなと思ってるんですけど今30分なんですねじゃあこの30分の量が1年間積み重なった1年後になるだけなんですねだから 1, 1時間やらなあかんと思ったら1時間その日にやらなあかんということですねそうしないとその倍やることによってその1年後はだいぶ 成果が変わっっててくるるいうことになるんでねその一日の自分の活動をこう見つめ直すとですねそれがそっくりそのまま将来に当てはまっていくっていうことですね途中で大きく変わらない限りですね大きく違うちょっとずつでも変えていったら別ですけどそれをしなければですね例えば仕事をして帰ってきてで、えー、お酒を飲んでテレビを見るっていう生活やとそれが10年後も同じようなことをしていてその体はどんどん悪る体といろんなことは こう基本的にはその、えー、進化しにくいです自分が努力しないと進化しないんでそのままの状態で、えー、パフォーマンスは下がる状態になっていくということが言えるんでその辺を意識してね、えー、毎日過ごしていくということですね、うん、だからその1日をしっかり見つめないし何を自分が優先順位にやってるかっていうのを見てですねだからこれをやっててこれだけやなとほんな将来向けてこれをやっとかなあかんなとかいうやったらその日やっとかなあかんんですよねちょっとでも。 それに近づくように、ね、でやっていってそしたら、えー、いずれ変わっていく状態になっていると、うん、その途中変わりながら変わりながら変わっていく、えー、という状態が作り出せるということになると思います。ということで、えー、今日はですね一日の活動は、えー、人生の活動ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。